きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、はい、今日は広島カープ編です。はい、最下位予想してますけど、首位予想からの最下位予想をしたカープ、うん、佐野さんがね、うん、はい、まあ、ちょっと西川が大きいやろうっていうね、うん、大きいですね、うん、ところで、はい、カープの崖っぷち選手、うん、はい、投手、うん、こちらの選手です、はい、大瀬良大地。何がけですか？先発ローテがけ？信頼がけです。信頼がけいろんながけがありますね。まあね、はい、昨年も達川さんにね、うん、15勝しなかったら解説者やめますって言ってね、そこまで言わしめた、はい、逸材なわけじゃないですか、はい、ね、うん、これまでタイトルもね、新人王、うん、最高勝率、はい、最多勝をね、うん、取ってきたっていうね、うん、ところで、まあね、このカープのエース、うん、今年33歳、はい、ね、なんと昨年は6勝11敗、2022年は8勝9敗、はい、だ2021年10勝5敗からもう2年連続勝ってないわけ、うん、でしかも防御率も去年 3.61 と、はい、すこぶる悪くなってる、うん、っていうところを考えると、うん、崖です。確かにちょっとこう下ってきてるように見えちゃいますもんね。うん、そうなってくると安心信頼のエース格としての存在感が崖になります。そうですね、なんかこう大瀬良なら必ずまあ10勝はしてくれるだろうみたいなのがなくなっちゃう ね、 なくなっちゃう。大瀬良か、まあ、よくて10勝10敗やろうぐらいになっちゃうんで、ね、うん、でしかもね、うん、新人で常廣入ってきて、はい、そうですね、で栗森下、うん、っていうところもね、はい、いる中でもう番手が大瀬良から考えてやったのに、はい、で森下不利でしょ、でも常廣もいて大瀬良みたいな感じになっちゃうからね、うん、この安心と信頼のっていうところがね、はい、崩れてくるっていうところでは、うん、今年ね、はい、ちょっと奮起して最低でも10勝しないとね、うん、っていうところはあるんじゃないですかね、はい、うん、そうですね。そして続いては、はい、高橋光也アンドトネ千秋、はい、ここです。はい、崖です。崖ですか、うん、うん、ちょっと左がね、タカ君も入ってきたっていうところもあるし、はい、まあ、堀江も左がいて、うん、っていうところでちょっとチャンスがなかなかなくなってくるからね、こう踏ん張っとかないとね、うん、そうですね、うん、うん、で玉村もね、いる玉村もちょっと前ね、うん、俺崖に言って、はい、玉村崖じゃないでしょっつって、うん、いやいや今ちゃんとパシッと頑張っていかないと先発ローテーションから外れていきますよって言って、はい、結果ね2021年は17先発して、うん、で崖になってつかめなくて、結局その後9試合9試合 と試合数半分に減らして、はい、で4勝2勝3勝と落ちてきてるでしょ、うん、ね、だから俺のこの崖の時に言って掴んとかないと、うん、その後鳴かず飛ばずになったりとか、うん、チャンスが分散されちゃうのよ。なるほど、今が勝負年ってことですもんね。そうそう、ここで、ね、だからトネも、うん、ね、この、高橋光也もここでバシッとはまっていかないと、はい、ね、こういかれちゃうからね、うん、でこの今投げてるね滝田和樹生徒、はい、ね、同等大で左じゃないですか、うん、で高も左じゃないですか、はい、で左で森もいて黒原もいるわけでしょ、うん、こう踏ん張っとかないと、うん、左めっちゃいるから ね、 そうですね、でも誰も出てきてないの、うん、まあ、堀江がねリリーフで踏ん張ってるっていうところもあるけども、はい、で長谷部もいる、うん、ここで誰かがバシッとはまってね、うん、ね、床田に続けじゃないけどね、はい、行かないとチャンスはあるからね、はい、でもこう踏ん張らないともう本当にねカープかけから落ちちゃうからね、うん、そうですね、トネ投手もちょっとこう30超えてきてますしね、うん、でまあ現役投手できてね、はい、まあ、そこそこの試合数は投げてんだけども、うん、やっぱここで踏ん張って必ずトネみたいなね、はい、感じの存在になってくると、うん、居場所としてはしっかりするから、うん、そういった意味ではこのね左、じゃ左投手、うん、競争崖、そうだね、だから、うん、森、黒原、はい、高、うん、でもう床だと堀江は決まってると思うから、はい、で滝田、うん、高橋光也、うん、長谷部、うん、ね、で、遠根、はい、玉村、うん、左掛け、左掛けいやでも高投手とかその辺はもうまだもうルーキーじゃないです か、うん、だかまだ失敗してもまだいけるじゃないですか、全然ね、はい、でも、うん、失敗してもいけるけど、はい、他の人たちがガチンってハマったら、うん、確かに入る枠ない、枠がなくなったら、はい、頑張ってもノーチャンスになってくるのよ、うん、
いやもうハマったわみたいなね、はい、感じになってくると、うん、あとはなんかもう敗戦処理とか、はい、もうなんかもう谷場の先発みたいなね、うん、感じになってくるから、はい、空いてるうちに、うん、もう1年目だろうか10年目だろうか、うん、座ったもん勝ちだから、はい、こうチャンス生かせればっていうところでね、うん、はい、生かしきれないからこんな感じになるからね、うん、左掛けです、左掛け、うん、左左腕掛け、うん、はい、誰が生き残れるか、そうですね、うん、誰が出てくるか、生き残ったらもう強いからね、うん、3年とか5年いっちゃうからね、うん、はい、ちょっと1年間調子悪かったもね、うん、別に地盤が緩んだりしないじゃん、まあ、期待値もありますからね、そう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 、うん、やってくれるという、そういった意味では、うん、誰がこの左掛けからね、はい、できるかっていうところ、うん、あと大瀬良がね10勝しっかりしてほしいなっていうね、うん、多くの人の期待感はあるんじゃないですかね、はい、で続いて野手、はい、中村翔成、お96番苦労です、はい、苦労、うん、苦労しろと、苦労しろっていう、ね、うん、うん、背番号変わりまして、うん、96、はい、うん、ね、変えられちゃってね、はい、7年目、でもあのいろんな話聞くと、うん、自身で外出禁止令出してるらしいね、キャンプ、あ、そうなんですか、うん、え、自分も自主的に外出しませんって言ってるってことですか、あとはやっぱね、いろいろ聞くとやっぱポテ選手に聞いてポテンシャルすごいらしいのよ、なんか身体能力高いって聞きますよね、うん、だからそれを結果に生かせれるかどうかだから、うん、ね、で外野を西川いなくなって、はい、っていうところでね、うん、チャンスあるわけじゃんね、末金も怪我で出遅れてるっていうところで、はい、うん、チャンスあるわけじゃん、うん、ここ掴めるかどうか勝負だね、はい、やっぱりこう生まれ変わってるっつってね、うん、なれるチャンスあるから、いや大チャンスですよね、うん、本当に、うん、今田村の方がね先行してるからね、いやなんか今ね話題をね、うん、だからここで踏ん張れるかどうかっていうところは、ね、はい、自身にとってもかなり大きなね、うん、勝負かけになってくるんじゃないのかなっていうね、うんうん、ところと、まあ、もう一人ね、こちら宇草晃輝、はい、うん、こちらです、はい、まあ、こちらも外野でね、うん、昨年は1試合も1軍で出なくてっていうところでね、はい、2021年には2割9分1厘、うん、ちょっと守備のスローイングがね不安定っていうところはあるけども、うん、打てばチャンスあるからね、うん、でもここも頑張っていかないとパチッと田村とか下のやつに抜かれちゃうともうポジションなくなるからね、はい、うん、そうですね、西川選手のところに誰が入るのかっていうね、うん、で続いてこちらです、はい、林晃太、おー、まあ、3年目だけども、はい、ね、期待値でかいからね、うん、こう掴んだらでかいよね、そうですね、うんうん、掴んだらでかいよかけですそうなんだ、掴まなかったらこうまだ分かんなくなっちゃうよっていう、うん、でもそんな競争相手いないからね、うん、ポジション的にも、あとはねこの葉月とか、うん、ニラサとか矢野とかね、はい、そういうなんかこの同じようなタイプのね、うん、感じの選手は結構多いけど、はい、ね、高卒6年目か、うん、そういった意味でも、うん、まあ、勝負にね、うん、なってくるんじゃないのかなっていうね、はい、期待値あるだけいいですね、そう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 、うん、もう名前も俺名前も呼ばれなくなったら終わりだからね本当の人言えないからねそうですね、本当に危ないからね、うん、もう終わりかなみたいな人言えないから、ね、はい、そういうガキじゃないですからねこの企画はね、ノーチャンスみたいなね、はいどんなに頑張っても無理そうの人言えないからね、はい、ね、だから期待値がある人を、ね、名前挙げてるわけですから、そう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 、はい、ね、うん、そういった意味ではね、どこまで頑張れるか、うん、ね、掴めるうちに掴んでいかないと、はい、まだ若手来るからね、うん、正直ね、うん、下手したら広島も宗山行く可能性あるからね、うん、おー、ショート、小園選手とかいるけど小園サードに回して、あ、別に小園サードでもいいから、うん、そうですね、うん、そっか、うん、もういいショートがっちりはめに行くっていう、うん、可能性十分考えられるからね、二俣くんがでも最近いいんですよ、うん、二俣くん育成でキャッチャーで入り、うん、でも内野手に転向し、うん、今めちゃくちゃアピールしてるんですよ、ね、うんうん、結構練習試合から今もずっと打ってると思うんですよね、しかもどこも守れるからね、でショートサードとかですよね、外野もいけるしね、うん、で肩強いだろうしね、うん、チャンスあるね、二俣くんハマる気がするんですよね、あら、じゃあで宗山くん大丈夫です多分、ん、そうなん、うん、じゃああれちゃん今年の新人を予想ドラ1いけるんじゃん、4年目だからチャンスある、あるか、あるぞチャンス、いやでもちょっと今年ピッチャーいっぱいいるからな新人を、いや関係ないじゃん打ったの新人を、もうそうだしかそうですね、1位じゃあ、いや分かんない、開けとくわ、いやそれは分かんないです、えそれは分かんないなんか期待値と裏が判定してる、いやいやいやでもチャンスあるよね二俣くんね、新人を、うん、新人じゃなくて今年ブレイク、結構ブレイクブレイクしたら新人王いけるっしょ、いや結構ブレイク
え、めちゃくちゃ楽しみなんだよ、まあ、キャッチャーも坂倉だからね、コンパクトしてよかったよね、はい、そういったところではね、そうですね、うんうん、しかもだってピッチャーがさ、常井人とかも取れてるからさ、はい、来年そんな急ピッチでピッチャー行く必要ないじゃん。そうですね、1位2位で高くね、ヒロ君高くいってる。でその前だって黒原森とか、あ、そうですね、ね、うん、で滝田とかも取れてて、はい、で川田、うん、で斉藤ね、はい、で栗林も取れてるわけでしょ、うん、そうですね、ってなったら来年あるね、頑張んないとね、頑張んないと、頑張んないと、そういうの来るから、ビッグウェーブが来るからね、ドラフトで。確かに宗山君で明治やからね、はい、野村とかも明治やし、あ、確かに、うん、森下投手もそうだ、うん、あるね、あ、広島宗山あるね、ありますね、でも絶対強豪でしょうけどね、行ったところで、うんうん、でもまあピッチャー取ってるから、はい、そんな慌てて外れてもバタバタする必要ないじゃん、はい、あるね、ってなったら頑張んないと、二俣君もちょっと小園サードの宗山ショートあるね、はい、いや二俣サードもありますよ、ん、たまた小園菊池の後のセカンド、はい、んで小園試合出るよ、でそうですよね、絶対出ますもんね、うん、うん、そしたらあるよ、二俣くんちょっとコンバートしたからには頑張ってほしいな、ねえ、はい、今いい感じだからね、うんうん、じゃあ新人およそ、いやそこは分かんないです、まだそれはまだ分かんないと、はい、まあ、ということがね、はい、まあ、広島のね、うん、ガキッピ選手でした、はい。